皆さんこんにちは。ハリキュー整体なる治療院の院長伊藤です。今回はこちら、重い荷物でも簡単に持てるような、そんな体の使い方についてお伝えします。これは合気道の達人である東平真一さんが伝えてくれていたものです。それでは早速ご覧ください。はい、ではこれから重い荷物でも楽々と持ち上げられる、そんな体の使い方についてお伝えします。まずこちらに、5キロずつの重りですね、これが2つありますので、これを持ち上げてみたいと思います。そうですね、まあまあ重いなという感じがします。これが体の使い方を変えるとどのように変わるかをやってみます。で、体の使い方なんですけれども、大事になってくるのが重心です。で、横からこう見ていただくと、理想的な重心というのは耳たぶ、そして肩、次は大天使といって、この足の付け根の骨のボコッと盛り上がったところですね、それと膝、最後にくるぶし、ここが一直線上にまっすぐになった状態というのが重心線の整った状態です。まずはちょっとこれを覚えておいてください。で、次に、つま先立ちになります。こうですね。で、つま先立ちを5、6回繰り返してください。はい、で、つま先立ちになった状態で、先ほどの重心線の取れた状態、一直線の状態ですね、こう反りすぎず、こう前かがみになりすぎず、まっすぐな状態というのをキープしてください。で、これでゆっくり下ろします。この状態というのが体のバランスの取れた状態です。で、この状態を体に覚え込ませた後に、もう一度荷物を持っています。お、やっぱり軽いですね。はい、さっきはこう手でグッと持ち上げていたような感覚だったんですけれども、これをやった後だと、体の芯のところがどっしりとしていますので、体全体で持ち上げているというような感覚になります。で、私たちの施術でもこう大事にしているのが、重心をこう真ん中に持ってくることなんですね。それは左右の重心もそうですけれども、前後の重心を整えること、これがすごく大事になってきます。で、これを体に覚え込ませることは何がいいかというと、重い荷物を持つ時だけではなくて、普段の生活でもとても楽に過ごすことができます。例えばこう反りすぎていると、いつもいつも腰に負担がかかっていたり、逆にちょっと前かがみ気味だと、肩にですね、ずっと負担がかかっていって肩が凝ってしまう。で、それがまっすぐで立てていると、どこにも負担がかからずに楽に立つことができます。ですから、例えば、毎日つま先立ちで1分間歩くですとか、この上下運動ですね、つま先立ちになっての上下運動を10回20回やってあげることで、体が重心線を思い出してそれを覚えることができますので、毎日ちょっとずつでもいいのでやってみてください。いかがだったでしょうか。簡単な動きですけれども、毎日コツコツ続けることで体が覚えていきます。ぜひ頑張ってみてください。詳しい体の使い方についてはこの辺りに出てくる記事をクリックしてみてください。わかりやすく書いてあります。その他にも、例えば体のメンテナンス、そして便秘やむくみ、体のたるみなどの解消法について動画がたくさんありますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今回は最後まで見ていただきありがとうございました。